楽しいこともストレスになる。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は群馬県の水上温泉からお届けしています。今日は質問いただきました。うつ病治療中に旅行しました。楽しかったはずなのにうつ状態が再燃してひどくなりました。楽しい時でもストレスになるってことですか？驚いています。うつ病治療中はね、エネルギーのポテンシャルというものがすごく下がっているということがあります。なのであまり無理をしないようにっていうねことを言っています。あまり無理をしないようにねしてくださいね。エネルギーを使いすぎないようにしてくださいね。エネルギーを使いすぎるのではなく、エネルギーを貯めるようにした方がいいですよねっていうことをね、何度も今までもお伝えしています。じゃあそのエネルギーの無駄遣いというものはどういうことなのかっていった場合におきまして、辛いこととか大変なこととか無理や無茶をしないっていうのはね、誰でもわかると思うんですけども、そうなった時に楽しいことを、例えば友達とあつやおしゃべりに行くとかね、カラオケに行ってわーっと盛り上がるとかですね、旅行に行くとかですね、そういうことっていうのもやっていいんですかっていうことなんですけど、結論から言いますと、あまり無理せずに少しずつやっていった方がいいです。なぜならば楽しいことにおきましても精神的な疲れっていうのはありますし、体力的な疲れっていうのがあります。で、本当にうつの治療中の人っていうのはエネルギーのポテンシャルが非常に低いので、楽しいことであっても疲れます。例えばカラオケに行ってわーっとみんなで盛り上がって歌を何曲か歌うっていうのでもかなりの体力を消耗するし、友達と例えば1時間喫茶店に行ってお茶を飲んでおしゃべりをするっていうのも、コミュニケーションっていうのは意外とうつの人とかは苦手なので、そういうことでも精神的にすごく疲れて、ドーッと疲れて次の日動けなくなるっていうこともよく聞きますね。なのであんまり無理をしない。例えば友達に会うにしても最初から1時間やらないで、例えば30分ぐらいで行ってみて調子を崩さないかどうかとか、そういうことをしながらですね、少しずつこう時間を長くしていくっていうことが大切ですね。気が張るっていうことかな。一つはね、例えば楽しいことでも気が張るわけですね。人と会うっていうことは精神的なエネルギーを消耗します。あと例えばディズニーランドに行って1日中遊ぶっていう風にしても、そうすると今度待ってる間立ってなきゃいけなかったりということで体力的にも疲れたりしますよね。なんか楽しいからストレスにならないってことではなく、ストレスっていうのは全てがストレスです。だけどストレスっていうのは別に全て体に悪いわけじゃなくて、運動っていうのも一つのストレスですしね、適度なストレスっていうのは健康にいいんですけども、メンタルの人の場合はちょっとしたストレスでもどっと疲れてしまうわけですね。普通の人では別に多少運動してもそんなに疲れることはありませんけど、メンタルの人だとちょっとした運動でも疲れやすかったりするとかね、いろんなことがあります。ということで楽しいこともストレスになりますよっていうね、あるいはそういう風に出かけたりするのも毎日のように出かけてると疲れたりしますよってことがあるので、メンタル治療中の方の場合におきましてはね、エネルギーを使いすぎない、楽しいことも含めてね、できる範囲で自分のこう溜まってきたエネルギーを無駄にしないようにちょっとずつね割り振っていくってことがとても重要になってきて、これができない人がせっかく良くなってきたのに、例えばどっかに出かけて一気にドーンと疲れて、そこから1週間ぐらい寝込んでしまうっていうことが実際の患者さんではよくあるんですよね。なのであまり無理しないでくださいねって主治医の先生とか言うんだけど、その無理をするという言葉の範疇にはそういう楽しいことで遊び回ったりするっていうのも実は無理をしてることになるんですね。そういう部分のエネルギーの配分というか、疲れない遊び方とか疲れない時間の過ごし方というか、そういうことも含めてね、工夫していくってことが病気を治していくってことにとてもつながっていくので、改めて考えてほしいなと思います。